とかはですね、意外とあの若い方から年配の方まであのピンクというものは皆さん喜ばれますので、こういった桜染めのですねショール、こちらはあのお洋服でもお着物でもよく選んでいただける商品になっております。はい、こちらは刺繍の模様が入っておりますので、原面の状態で桜染めしたものを糸を作りまして、それをあの刺繍をした商品になっておりますので、他の染め物とまたちょっと違った風合いの模様が、はい、出てこちらはあのシルクの商品とかも大変人気ですね。シルクの商品になりますとですね、あの草木染めの発色もすごく綺麗ですし、あの肌に当たった時もすごく柔らかなので、皆さんあの軽くこう巻いていただいてもあのすごく優しい表情になるので喜ばれる商品ですね。大きさが違うものとかですね、あとはあの綿とか麻とかですね、それぞれ材料が違うので、同じ染め物でもなんかちょっと違った風合いのものになっております。こちらはシルク二重ストールといいまして、中の方にですね糸が走っております。なのでこう巻いていただくと中の糸がですね自由に揺れて、このような表情がいろんな表情が出ますね。はい、もう海外の方もすごく喜ばれて、はい、よく海外の方パーティーとかですねされると思うので、こういったちょっと華やかなものも普通にお召しになるみたいでですね、喜ばれている商品ですね。こちらお手入れはですねすごく非常に簡単で、あの単品でおしゃれ着洗いで大丈夫です。で干す時にちょっと軽く広げていただいて、できたら天日ではなくてですね日陰干ししていただけると長くお使いいただけます。なので皆さんよくクリーニングに出した方がいいですよねって言われてますけれども、もう手洗いしていただいた方がそのクリーニングの薬剤とかいろいろなもので色の変色が起きないので、そちらの方をおすすめさせていただいてます。こちら桜染めのシンプルポシェットですね。外側にもちょっとポケットが表と裏で2箇所ついておりますので、非常にちょっとお出かけの時にこれ一つであのいろんなものを簡単に取り出せるので、結構幅広い年齢の方から長くご愛用いただいているって、あのよくあのお手紙とかですねお電話もいただく商品ですね。で中の方にもですねちゃんと仕分けのポケットがたっぷりついておりますので、中の方はポケットが2個ついてますね。であとはファスナーポケットが1個ですね。はい、これ実はですねレザーじゃないんですよ。あの綿の状態ですね、あの綿の状態からあの染めたものをですね、あの PU 加工といって表面をコーティングしてるんですよね。なのであのレザーのものは非常に軽いです。この、 あの取っ手の部分とかはですねレザーですけれども、はい、半分そのコーティングしてるものですね。はい、ホールガーメントのニットですね。こちらも綿の状態から糸を作って、それをあのニットで編んでます。
サークルカーディガンなのでこう円形の作りになっていて、襟もですねこう広げていただいたりとか、こうちょっと狭く収めていただいたりとかで、いろんな着方ができます。で中にもあの同じホールガーメントで編んだこういったニットと合わせていただくと、これはもう本当に1枚あるといろんな着方ができるので大変便利な商品になっております。やってみてください。柔らかいでしょう。これ実はですね、あの綿なんですけどカシエミアみたいに柔らかい素材になっているので、年中本当にずっとお使いいただける便利なカーディガンです。あ、そうですね、これ大人っぽいですね、うん、全部も草木染めの色なのでそんなにきつくなくてですね、いろんな結構あのいろんな色と合わせても合わせやすい感じですよね。でも色違いとかで購入されて、はい、もう何枚か持っていただいてても、あの結構こう小さく丸くまとまってしまうので持ち運びにも便利なので、こんなちっちゃくなるのでですね、はい、ね、コットンはすごくですね、あのもうすごく通気性もいいし、あの暖かいのにあのやっぱりちょっと暑い季節でもですね着やすいので、すごく人気がありますね。靴下とかも、はい、あの原綿ですね、こういった原綿からですね草木染めしたものを糸にしてあの靴下に仕上げてます。でここはあのにここは締め付けがないので、あの結構もう締め付けが嫌だというお客様にはですねすごく人気の商品ですね。今はもう屋久杉ですね、あの世界遺産の屋久杉のですね、あのもう倒れた木とかそういったものがあの家具になったり、その廃材ですね、残った木くずだとかですね、あの葉っぱだとか枝とかで染めたものですね。おそらくもこれは夢細工にしかない色だと思います、はい、もう他ではなかなか作っていないと思います。Thank you.